皆さんお元気ですか？本日も明るく元気に気持ちよくお届けするは、翼の折れた傷だらけの脱天使、脱天使こと風天のラッキーヒデジンが本日もお届けします。あっちやじゃん。なんせもここはエアコンないんで、めっちゃ暑いんですよ。元気です、元気です、元気、元気、元気なかったらあんた普通じゃないんで、元気が普通だから。だいたい俺の元気っていうのは普通の人の、あれさ、俺の 20% ではもう普通の人のマックス以上言ってますから。で、だいたいその人の人生とか、その人の人格っていうのは、その人の喋ってる言葉によって出るんですよ。だから、俺俺自慢とかね、常にもうなんだろうな、なんでも自分自分っていう人は、あ、まあいいや、そんなの。とにかく、なんだろうな、自分大好きでいいけど、人を立てる謙虚さっていうのはやっぱ大事だと思うんですよ。何でも手柄自分に持ってきちゃうとみんな嫌ですよね。やっぱりみんなでやってるんだから、みんなに手柄をこう分け与えられるような謙虚さというかね、そういう一回止まって考えると分かるんですよ。それが正しいんですから。何でも俺がってゴール入れて俺ゴールじゃなくて、いやゴール入れるのにはそこまでディフェンスした人とかキーパーとか、ね、いろんな人がいるわけで、全体でなってて自分がたまたまゴールでした時に、うりゃー俺のゴール俺のゴールって言ってて、別にかっこよくないっすよね、そういうのみたい。俺はやっぱりこのゴールはたまたま俺が入れましたけど、これはみんなさんがあってこのゴールができたんだ、このゴールはそういうゴールなんですって言った方が価値があると思うんですよ。たった一人でやり遂げたゴールよりも、やっぱりいろんな人の力、いろんな人の助け、いろんな人の思いが入ったゴールの方が俺は価値があると思う。だから常に俺は思うんですけど、なんだろうな、まあ、いや自分自慢になっちゃうんで言いません。はぁー、俺って最高、俺って最低、最高で最低なんだよ俺は。もうめちゃくちゃ俺も自分大好きなんだ。今日誰だっけなのやろ、あ、口悪くしてたな、まあ、だから楽ちんさんは口悪くないですよ。こっちにライダーマンなんで、ミライダーマン、傷だらけの伊達市の風天の秀爺なんで、今日は。ミライダーマンじゃない、ミライダーマン優しい。風天の秀爺の場合は、イケイケなんですから。ほら、喧嘩うんだわ。ダメ、喧嘩しなきゃ。薬やってますって人のことを、この YouTube 上で薬やってんすか？お前舐めてんの？は？誰に言ってんの？正面検査しろ、この野郎。ふざけてんの？誰っつんだっけ、あの野郎。山本さんのところで、やってたら、俺に喧嘩落ちしたんですよ。面白い野郎がいいんだよな、本当に。お前、舐めてんのって言ったら、うち週に見てみませんとか、お前、ふざけんな、お前、腹切れてからやれよな、人のところの野郎。ネット上っていうのは、本当に殻みたいな野郎が多くて、ちゃちゃ入れてくる割にはみんなダメ。ちゃちゃ入れないでね、僕喧嘩したくないんだから、本当に。仲良くしようよ。世の中ね、俺は明るくしたくて平和にしたいだけなのに、なんで人にちゃちゃ入れてくんだかな。ドラマ全然わかんないんだよね、ネットの社会って。で、ああそうだ、ネットでディスってるやつって精神病なんですよ。そうだそうだ、これ皆さんに教えておいてです。ネットで木村花さんとかのこともやった人はいるでしょ。まああなたがもしやってたとしたら気づいてください。あなたは精神病です。なぜかって言ったら自己顕示欲が強いんです。あと承認欲求が強い。正義感とか言いながらナルシストなんです。理解したのよ。ナルシストだよ。人をね、やってるやつってね、それでね、自分の正義感を満たそうとしてるの。なぜかって言ったら社会的にね、浮かれてねえんだろうな。あとね、よくネット上でね、お前貧乏と思うとか言ってるやつも、相当貧乏、心がね。お金があっても貧しい人っていうのはそうです。俺昔、お金いっぱいあったんだけど、自分貧しかったっすね。なぜかってありがたみがなかったのと、ものすごく暴力的だった。強気すぎたんですよ、お金あったんで。めちゃめちゃ強気なんですよ、金あるから。うぅっうらっつってね、お金あると強気になるから。でも俺、お金なくても今強気。なんでって、後がないから。はい。腹決まっちゃってんすよ、もう。なんで、だってしょうがないじゃん。後がないんだから。なんもないんだから。今だって一円もねえんだから笑えるでしょ。はあ。おかしくてしょうがねえわけなんて、本当に自分のこと。で、俺は明るい人生を生きてんの。なぜかっていうと、お金がなくても、今職がなくても、俺が明るいから明るい人生なの。
明るければ明るいんですよ。どんなに苦しくても腹減ってても明るく過ごしてれば元気。だってさ、飯食うと金かかると思ったら断食しちゃうのもね。断食だからもう断食。また今日から断食しちゃうかな。3日もです。もう全然金かかんねえし。いやーもうゴリシーだから俺、ゴリシー。いやー昨日も本当に、やっぱお金なくても、こうわざわざ赤石さんたち来てくれるわけですよ。ちょっと1時間が1時間あるって言われたけど、もう全然1円もないのに、あ、いいですよっつって何なのかなと思って、したらちょっと1時間がいっぱいやろうよって言うわけよ。俺もう1円もなくてやっべえと思って家に自転車ちょっと一回家帰りますって家に金借りに帰ったんですよ。でうちの娘にちょっと金貸してくれと、月末に神山さんが帰ったから金貸してくれと、もう55で金貸してくれ。神山さんドロンパナイフやってるわけですよね。下に財布あるからって財布探してもないんですよ。参っちゃった本当に。もうほんとこういうの楽しいですね。こんなね稼いでる頃はねこんなになるなんてね夢にも思わなかったね。人生って面白いな。これでまた俺逆転するんだろうな。またお金持っちゃった時あらってならないね。こんだけ苦しいと、はい、そのためのこの苦しみだな。今お金のありがたみを分かるための苦しみを今味わってるんですよ。いやー金持ちになるって辛いなー。もうね金持ちになる、もうお金が入ってくるのね、もう決まっちゃってるわ俺の場合ね。もう全然怖くないんだよね、一円もなくても。あー楽しい。それより山本太郎さん都知事にしなきゃ。そうしよう、頑張ろう、イエイ、アディオス。